はい、こんにちは、クロウシです。普段はですね、バトルフィールド5っていうね、ニッチなゲームで、ニッチなゲーム実況をやっております。ですが今回は、新エヴァンゲリオンのレビューをしていきたいなと思います。はい、今回ネタバレなしってことでちょっとね、内容薄めになりそうなので、その辺はご了承ください。そしてね、ネタバレなしと言いつつもちょっとやっぱネタバレするところがあります。はい、話の大筋のところだったりだとか、ある程度ちょっとね、予告編から映像を持ってきてっていうか、予告編を見てる前提で話していくところが大きいので、その辺はご了承ください。また、それはご了承くださいとか、それは見てきてください、ちゃんと。まだ見てない人がいたら見てきてください。ですし、まあ、冒頭10分の、昨晩上がったね、冒頭10分のところまで、ちゃんと、見てる人前提です。映画見てなくても、最低でもね。まあ、映画見てる人の方が望ましいんですけども、ネタバレなしの感想っていうことなんですけど、その辺ぐらいまでは見といてください。よろしくお願いいたします。はい。でですね。まあ、そして今回話していく前に、まあ、僕、まず、9が終わってから、9公開日見に行って9を見終わって、そして、まあ、今回新エヴァってことで、相当な期間待ってたんですよね。多分、一般人が待つ、マックス期間待ってたんですよ。で、まあ、見たんですけど、なんで、まあ、相当期待値高かったんですよね。期待値高かったんだけど、その期待値を、まあ、その期待を、期待通りだったというか、満足させてくれたかなっていう。まあ、悪く言うと、超えては来なかった、ぶっちゃけ。うん、そこは別に超える必要のないものだから、別に超えるのが必ずしてもいいとは言わないからね、これに関して。僕の場合、この、なんだろ、自分のこの許容量を超えるってことは、もうぶっ飛んだ感じで、もうシナリオ全崩壊みたいな、意味わかんねえや、なんだこれみたいな感じにならない限りはそんなことにならないので、まあ、今回僕の場合、この期待を超えたっていうよりかは、ちゃんと期待に応えてくれたっていう感じの作品でした。だったので、まあ、点数をつけるなら100点でいいと思います。まあ、そうですね。やっぱこれまで、やってしまってるじゃないですか。これ、ま、9で、予告編の映像1ミリも使ってないとか、ふざけたことやってるじゃないですか。ああいうのとか、ま、9の話とかも、ちゃんと説明が、ある程度あります。ある程度。全部ではないけど、でもちゃんと多分考えれば、考えて多分こういう、その点と点を繋いであげれば、ちゃんとストーリーとして繋がるに多分なってると思うんで、なってると思う。僕が多分軽く考えただけでも多分、あ、こういう風になってるんやろうなーっていう、その、正解は出てこないけど、まあ、正解に近しいものは、まあ説明されているので、まあそういった疑問とかもスッキリするようになってます。まあ、これまでね、やっぱ、ね、まあ、ジョハ9、そして、まあ、シーンっていうところで、まあ、4部作の最終、まあ、4部作の最後ですからね、まあ、かなり、まあ、期待入れて作ったんだろうなっていうのがよくわかりますし、まあ、本当にその期待通りの作品となってます。なんで、むしろこの、ジョとハで、ハまで見て、おー、テレビシリーズと違って綺麗だね、みたいな感じの、完成で見て、Q 見て、は？何ですかこれはってなった人たち、ぜひとも言ってください。そういった人たちこそ多分今回のこの新エヴァを見て納得すると思う。あ、ちゃんとエヴァなんだと、多分思われると思いますね。テレビシリーズにね、もちろん通ずるところもありましたし、まあ、テレビシリーズとか、あと、真心を君にとか、あの辺を見てた方が面白い要素も結構ありました。まあ僕的にですけど、ありました。はい。ですし、まあ、その、新規の映画から入った人たち、まあ僕とかもそれに近しいところなんですけど、まあ映画からその、エヴァっていうものに対してぬめり込んだというか、熱心にハマっていったところではあるので、まあそういった人たちももちろん楽しみになってるっていうところで、テレビシリーズも映画シリーズ、もうどっちから入った人でももちろん楽しめる内容になってるかなと思いますね。はい、ちょっとネタバレなしってことで、話す内容が本当に薄くなってしまってるんですけど、で、まあ、こっからちょっと映画の、ちょっとだけネタバレすると、その本編の長さが1時間、あ、2時間半あると思うんですよね。2時間半ある中で、まあ、冒頭10分は分かってるじゃないですか。冒頭10分は、パリで戦ってるやつ。パリでエッフェル塔をぶっ刺すやつなんですけど、あれが終わった後から日常パートに入って、日常パートが終わると、もうその次、決戦編なんですよ。その最終戦
ていうのかな、まあそれぐらいにしときますよ、表現としては、になって、まあ最後のね戦いが始まるんですよね、ウッドビルので、まあ最終戦になるんですけど、そしてあ、もう一つありました、ごめんなさい、もう一つ、8プラス2号機は出ません。あの、これは言ってきます、8プラス2号機は出ないっす。あれは嘘予告でした。ごめんなさい、予告の話で言い忘れました。ごめんなさい、予告、最初、一番最初に出た予告の8プラス2号機は出ません。はい、あの、そこだけはご了承ください。8プラス2号機出ないっす。あれは嘘でした。あの、出るのは普通に8、あの、8号機と2号機です。あの、合体してないっす。はい、ということで、そこは、ちょっとあらかじめご了承ください。あの、ネタバレですけど、こんなことはあってはいけなかったので、よかったと思います。はい。手までの8パスに攻撃がないっていう話なんですけど、まあ、そうやって、まあ、その話戻すと、まあ、最初に、日常パートやって、そこからその2部構成として、その2部の方で、最終戦があって、今日、時間配分が結構極端で、最初のパリからの、パリの戦いから、まあ、その上映開始から1時間弱ぐらい、日常パート、1時間ちょうどぐらいかな、ワンちゃん。その釣り目がちょっとはっきりしてないんであれなんですけど、ちょうど1時間ぐらいで日常パートまでやるんですよ。で、残りの1時間半、まあ1時間半もないんだ、正確に。1時間20分ぐらいの時間をかけて、その2部の最終戦やるんですね。で、まあその人とのやりとりの、まあもちろんその最終戦の間にも合間の休憩というか、まあずっと戦ってるわけないですよ。戦って、まあ対話があって、戦って対話があってみたいな感じの繰り返し。で、最終的に、その、いろんな人たちと、また、その、シンジ君が向き合っていくっていうのが、まあ、その、大筋になるんですけど、もちろんね、そうじゃなかったら困るよねって感じだから、もう当然のことを言ってるんですけど、まあ、そういう対話で、まあ、その、それを繰り返して、その、物語が終末とか終結していくんですよね。で、まあ、日常パートの方を触れていくなら、そうですね、日常パートはね、まあ、多く触れると相当ネタバレを含んでる要素なので、ちょっとあんまり多くはどっちにしろ喋れないんですけど、あの、まあ、本当に日常パートなんですよ。本当に。ガチの日常。あの、まあ、あの世界観でどう日常を描くんだよっていう疑問はあると思うんですよね。でも、マジで日常パートです。あの、心が安らぐ場所だと思って考えても大丈夫ですよ。本当にね、マジで日常パートなんで、ですし、あの、なんていうか、まあ、久しぶりにエヴァの中で救いのシーンだなって感じでしたね。やっぱ9から、もうずっとなんか、絶望的な感じだったじゃないですか。あの、結構な日常パートです。あの、ジョとかの頃、ジョハを思い出すぐらいの日常パートでした。だったんで、まあ、なんか、まあ、その日常がどうなるかとかまでは言わないですけど、その日常パートにちょっと、なんていうか、まあ、来るものはあったかなって感じでしたね。見終わった後は。はい。あの、それは実際に劇場にね、行ってみて、確認してみてください。で、後半の、まあ、最終戦パートなんですけど、まあ、最終戦パート、まあ、本当にね、あの、戦闘対話みたいな感じなのが続きすぎて、ちょっとね、あれなんですけど、そうですね、冬月先生がかっこよかったですね。はい、冬月がかっこよかったです。そして、なんかね、まあ、結構、あの、エヴァのよくやるやつなんですけど、全員を生かそうとするんですよ。出てるキャラクター、名前がついてるキャラクター、で、絶対どっかしらに生かしたがるんですよ。そう。だから、まあ、それを踏まえておいてほしいかなって感じです。だから、不遇なキャラクターはいないです。基本的に全員が救われます。救われるというか、活躍の場をもらえてます。だから、なんか、その本当に名もなき人をお尻とかじゃない限りは基本的に満足できるようになってるかなと思いますね。全員が全員ちゃんと役目があるという感じで作られてるので。まあどうしても9とかはね、役目足らずみたいな人がちょっと現れたりもしがちだったんですけど、あの、今回に関してはやっぱ時間がある分だけしっかり全員に対して役目を果たそうとしてるところがあるので、役目を果たさせようとしてるところがあったので、まあそういう意味で、まあ結構公平な作品となってるんじゃないかなと思いました。はい。いや、ちょっとダメだな。で、まあ最後終わってね、まあすべての話が終わった後に、宇多田ヒカルさんの、ワンラストキスが流れるんですけど、まあなんか僕と思ってたワンラストキスと違ったなっていうか、そのこういう感じで流れるんだって感じがしましたね、終わった後。そのエンディングへの入りってあるじゃないですかね。もちろん
何かしらのシーンがバーンって流れて、はい、エンディングみたいな、エンドロール入りますみたいな感じなんですけど、なんかそれが、あ、こういう感じなんだって感じがしましたね。なんか、普通に多分僕がもっとバッドエンドっぽいものを、バッドエンドっていうか、なんかそれめちゃくちゃな終わり方みたいなのを想像してたから、その真心君にみたいな感じの、ああいう終わり方を期待してたというか、まあ想像してたから、できればやっぱ最悪な方向をね、なってほしくない方向を考えといて、その別の風になると、あ、よかったってなるように考えたかったから、そういう意味で、そういうことを想定していってたんで、まあ、そうじゃなかったってだけかなって感じですね。あ、こういう感じなんだっていう人、意外性を持った感じのエンディングでしたね。はい。まあ、ワンラストキスはね、非常に良かったんでね。まあ、今夜からまた、今夜の日付変わるタイミングからね、リリースということで、まだね、僕も本、ちゃんと聞けてはないので、まあ、まあ、明日はね、ちょっと円盤買いに行こうかなと思います。はい。って感じで、それでは、今回ですね、内容マジで薄くなっちゃったんだけど、まあ、こればっかりネタバレなしっていうのは難しいんで、まあ、1週間後とかネタバレありでね、がっつり話そうと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、それではご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。